外国人向けに洗練されてないところもあるのか、結構地元っぽい店は英語があんまり、英語のメニューがあんまないですね、数字さえもアラビア文字なんで結構きついですね。現地感、ローカル色が強い。 Thank you, my friend。もうね、遅い夜ご飯になりましたけどね、コフタサンドイッチ。Thank you。 コフタサンドでね、25ポンド、安いですね。ね、意外とこんなにね、にぎやかな街なのに食堂があんまりないんですよ、メインストリートに。結構歩きましたね。ようやく、いただきます。いただきます。このね、パセリがね、美味しいんですよ。うん、おい、パンはね、まずいね。パンはまずいけど、コフタは安定のうまさ。腹ごしらえをしたらね、カオスな街に飛び込んでいきましょう。さあ食べてみましょう。ハト肉、初めてのハト肉です。さあさあさあ、おお、身の中にご飯が入ってる。まずはね、身をいただきますよ。ただの焼き鳥かと思ったら結構凝った料理ですね。中にお米入ってるし、シーズニングがなかなかいいですね。ですけどね、肉としての、鶏肉としての身がね、ほぼない。めっちゃ身が少ない。北京ダック並みにそぎ取らなきゃいけない感じですね。これはナイフとフォークで取るのは大変です。まあでも鶏肉の味、美味しいです。この名前も知らない飲み物をね、飲んでみましょうか。予想外に美味しい。これは美味しい。 This good? ラズイズ、これは美味しいね。なんだろう、ホットミルクのような、ホットミルクをちょっと甘くしてナッツを散りばめてちょっと香ばしくしてる。
これはなんかそれでいてちょっとヨーグルトテイスト。これなんだろう、ちょっとココナッツも入ってるね。いろんなもん入ってる。これはいいわ、気に入った。Very, very nice. I love this.